さんこんにちは、愛賀真理子です。プール開き、海開きもして、まさに夏本番といった感じですね。皆さんはどこかに海水浴に行く予定は立てられましたでしょうか。さて、シティニュースウォーター7月16日号、今回は6月30日にオープンした大田区総合体育館とスポーツ健康都市宣言に関する話題をお伝えします。また後半では、体育館のオープンを前に開催されたスポーツ健康都市宣言に向けたプレイベントの模様を、お宝発見隊では NHK の連続テレビ小説梅ちゃん先生にも取材協力をした大森の医療スポットをご紹介します。それでは、はじめに大田区総合体育館のオープンとスポーツ健康都市宣言についてお伝えしましょう。かねてから工事が進められていた大田区総合体育館がこのほど完成し、6月30日、関係者、多くの区民が一堂に会してオープニングセレモニーが行われました。この大田区総合体育館は、区民の健康をスポーツで支え、区民がスポーツを楽しみ感動に出会うことができる障害スポーツの拠点となることを目指して建設されたもの。するスポーツ、見るスポーツを基本コンセプトに整備を行い、するスポーツでは区民が楽しめるスポーツ教室を開催するなど、スポーツを通じた地域の人たちの交流の場として活用する一方、見るスポーツでは国際試合や全日本レベルの大会を誘致、国内外から選手や観客を迎え入れる国際都市大田ならではの施設として整備されました。その総合体育館のメインアリーナは、固定席、可動席合わせて4000人が収容可能。天井には電光表示板が設置されており、さまざまなスポーツの国際大会や全国大会に対応できる設備が整っています。またサブアリーナでは、バスケットボールなどの球技や柔道、剣道の試合も可能。この2つのアリーナに加え、館内には2つの体育室が設けられているほか、以前梅屋敷公園内にあった弓道場をこちらに新しく移設、さらにカフェも設けられています。セレモニーでは、まず体育館の地下1階に設置されたアート作品の目録が日本交通文化協会から松原区長に贈呈。続いてオープニングでは、区長が挨拶に立ち、大田区総合体育館のオープンを機に、スポーツ健康都市大田を推進していきたいと力強く語りました。元気にスポーツ大田、健康都市大田を作っていきたいと願っております。まさに大田区の新たなランドマークともいえる大田区総合体育館ですが、区では体育館の完成を機に、スポーツを通じて区民が健康で豊かに暮らし、活力あふれるまちづくりを進めていくことを目的としたスポーツ健康都市宣言を採択。会場では区民代表や高瀬区議会議長、松原区長らによって宣言文の読み上げが行われました。世界の人と手をつなごう。大田区をスポーツ健康都市宣言とすることを宣言する。そしてセレモニーの最後を飾るのは、ゲストとして招かれた有名アスリートの皆さんからのメッセージです。バルセロナオリンピックの柔道金メダリストである古賀俊彦さん、元バレーボール全日本代表の益子直美さんらがお祝いのメッセージを寄せました。きっとなるんじゃないかなと思います。こうして賑やかなオープニングを迎えた大田区総合体育館、オープン当日にはさまざまなイベントも行われました。こちらでは、先ほどゲストとして登場した益子直美さんと、元体操オリンピック選手の篠田美穂さんが参加して運動能力測定大会を開催。光学システムで一歩ごとのスピードを測り、スタートダッシュ能力を調べたり、最新機器を使ってジャンプ力やバネ力などを調べます。すごいですね。マルチビジョンというんですか、綺麗ですよね。あんなのなかなか日本の体育館で、ね、見たことなかったんで。またこちらでは、柔道の古賀俊彦さんによるキッズ柔道教室が開催されました。参加したのは区内の小学生50名。教室では古賀さんが得意の背負い投げを披露。
参加者は古賀さんから柔道の基礎をじっくりと教わりました。豪華ゲストも参加してとても盛り上がったオープニングセレモニー。なお大田区総合体育館の施設予約や料金などについてはホームページをご覧いただくか、ご覧の電話番号までお問い合わせください。さて今回の総合体育館のオープンに合わせ、区ではスポーツ健康都市宣言を行いましたが、先月24日にはこのスポーツ健康都市宣言に向けたプレイベントも行われました。スポーツを通じて区民の皆さんに健康で生き生きとした生活を送ってもらおうとの趣旨で採択されたスポーツ健康都市宣言。そのプレイベントではアプリ校会場に健康づくりに役立つさまざまなコーナーが開設されました。ホールではがん検診や笑いと健康をテーマにした講演会を開催。笑いと健康をテーマにした講演では脳神経外科の医師で落語家としても活躍する中島秀夫さんが落語を交えての講演を行いました。また展示室では健康に配慮したヘルシーバランスメニューのレシピや食品の衛生、ペットの健康などを紹介したパネル展示が行われました。さらにこちらの測定コーナーでは様々な測定器を使って自分の体をトータルで測定、骨密度や体成分、咀嚼力や肌年齢などを測定します。まだ半分しかやってないのでまあまあです。年が年ですから十分いろいろ注意はしてますけど、測定結果が予想よりも良かった人、悪かった人など、測定を通して自分の健康状態が分かった参加者の皆さん、このイベントをきっかけに改めて健康の大切さを実感したようでした。大田区総合体育館のオープン、そしてスポーツ健康都市宣言をきっかけに多くの皆さんが健康づくりに興味を持ってくれるといいですね。それでは続いてお宝発見隊のコーナーです。今回は大森にあるこんなお宝です。太田のお宝を探して発見隊がやってきたのは大森西のとある施設。古くてとても重厚な感じの建物ですね。早速中に入ってみると、何やら資料室のようなお部屋。あ、こんにちは。あの、ここは何の資料室なんですか？はい、こちら東邦大学の資料室でございます。東邦大学の資料室ですか。ということで今回の太田のお宝は東邦大学医学部本館と糠田記念東邦大学資料室。東邦大学といえば昭和25年に設置された自然科学系の総合大学ですが、実はこの東邦大学の前身が女子医学専門学校だったことを皆さんはご存知でしたか？東邦大学の前身である帝国女子医学専門学校が開設されたのは大正14年のこと。岡山県の医師の家に生まれた糠田豊か進兄弟が戦争で出征する男子に代わり、医療の新しい担い手となる女子への医学教育を行う目的でこの学校を開設しました。実は東邦大学では現在放送中の NHK の連続テレビ小説梅ちゃん先生にも資料提供などで取材に協力。現在こちらの資料室では女子医学生が過ごした日々と題し、ドラマと同じ昭和20年代の学校の様子を紹介しています。当時この学校に通っていたのは16歳から20代30代までの婦人までと幅広く、当時女性に医学を教える学校というのはとても数が少なかったので、出身地も全国にわたっています。また授業の方は階段教室で講義が行われるほかには、5年生になると、病院実習が行われました。展示資料の中には梅ちゃん先生で使われたものと同じ解剖学の教科書やドラマの台本、卒業証書など梅ちゃん先生にちなんだ資料を展示。またこちらには戦時下の学校の様子を記録した学校日誌、空襲などで負傷した際の手当の仕方をまとめた空襲救護の本など貴重な資料が多数展示されています。こ
ちらは学校日誌といいまして、戦中戦後の教授会の様子を当時の事務職が記録として書き記したものになります。空襲警報が出た時の対応の仕方ですとか、学徒動員の派遣先などが記されています。この空襲救護は空襲で怪我をした際の処置について本学の教授陣が執筆したもので、一般の方にも分かりやすく処置の方法を説明しています。こちらは戦後間もなく撮られた女子学生の写真です。よく見るとモンペの上にコートを羽織っています。梅ちゃんの女学生時代の制服姿によく似ています。ちなみにこの資料室のある本館の建物は昭和初期に建てられたもの。戦時中には建物に迷彩色を施して空襲を免れたそうです。かつて多くの女子学生が学び、現在も医療分野で優れた人材を輩出し続けている東邦大学、そして開校から現在に至る大学の歩みを次世代に継承していく額田記念東邦大学資料室、これぞ太田のお宝です。なお、額田記念東邦大学資料室の開室時間は月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時までです。お近くの際はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。それでは最後に大田区からのインフォメーションです。区では生後2ヶ月から2歳未満のお子さんを対象にしたキブワクチンと小児肺炎球菌ワクチンへの助成を実施しています。助成額はキブワクチンが3000円で、小児肺炎球菌ワクチンが4000円、区内の委託医療機関で助成額を差し引いた額で接種を受けてください。また区では平成9年4月2日から平成12年4月1日生まれの女子を対象に子宮頸がん予防ワクチンの助成も行っています。対象者には予診票を送付していますので、そちらを持参の上委託医療機関で接種を受けてください。詳しくは保健衛生課へどうぞ。8月15日に開かれる第25回花火の祭典のお知らせです。昨年震災の影響で中止となった花火の祭典、今年は平和への思いと被災地の一日も早い復興への祈りを込めて例年通り開催します。イベントのスタートは午後6時から、花火の打ち上げは午後7時30分ごろを予定しています。また15日には午後1時から大田区議会全議員による平和記念コンサート実行委員会の主催で第12回平和記念コンサートを開催します。会場はアプリコ大ホールで、入場料は全席自由の3000円、チケットはアプリコ大田区民プラザ大田文化の森で販売しています。こちらも合わせてお出かけください。以上、大田区からのインフォメーションでした。さて、今回のシティニュース太田はいかがでしたでしょうか。次号8月1日号では首都直下地震に備え大田区が進めている総合防災力強化に向けての取り組みについてお伝えするほか、ご覧の内容をお届けします。それでは次号もどうぞお楽しみに。